こんにちは。今回は、MK で注文したカーペットが届いたので、実物を一緒に見ていきたいと思います。今回謝罪対象の車種は、エクストレイル T33 です。個人的に結構かっこよくなったと思うので、購入の参考になれば幸いです。それでは行きます。ナウローディング。早速、運転席から見ていきます。今回選んだカーペットは、MK と呼ばれるカーペットメーカーのプレミアム仕様。プレミアムレッドを選びました。理由は、単純にかっこいいと思ったからですね。価格は10,000円なのですが、MK の公式サイトでレビューを投稿したり、インスタで写真を投稿すると、2,000円引きなので、実質、購入にあたってかかった費用は9,100円です。ディーラーのフロアマットが高すぎると感じる方にはおすすめです。今回プレミアムレッドを購入しましたが、無料で配色のカスタマイズも行うことができます。フロアマットのこの網目部分は、ヒールロックと呼ばれるんですが、この部分の配色をがまずカスタマイズできますね。今回はプレミアムレッドに合わせてレッドにしました。また、フロアマットの縁のロックカットも色をカスタマイズできます。運転席にのみ、タグがついていました。これはいずれ切り取ります。続いて、助手席を見ていきます。通常フロアマット同様、足元奥行きまでしっかりカバーされていますね。発煙筒の赤色ともマッチしていますね。フロアマットの固定方法は、エクストレイルでは樹脂環合なので、環合でした。はめにくかったり、外れやすいことはないですね。実際に足を置いてみると、こんな感じです。もはや、靴脱いで車乗りたくなってしまいます。靴下を履いていても、フロアマットのサラサラ感は感じ取ることができます。では、後席を見てみます。豪華なだと思いませんか？あまり高くないフロアマットなので、個人的におすすめ度は高めです。実際に乗り込んでみます。オーナーということもあって、あまり後席に座ることはないのですが、何人か乗せてみてたところ、凄すぎて、もうなんてコメントしていいかわからないと言われましたね。少し暗くなってしまっていますが、近づいて見てみます。ロックカットもしっかり作られていて、全体的に、丁寧な作りだと感じました。後席中央もフロアマット付きですが、曲面にも合わせた形状で設置しやすかったです。後席フロアマットのつなぎ目については、このように裏面にマジックテープがついていて、隣り合うフロアマットとくっつけることができます。ただ、要注意なのは、フロアマットの起毛している毛にマジックテープが引っかかると、毛がほつれてしまうので、マジックテープがくっつかないように気をつけてください。改めて、裏面はゴムシートで滑り止め付きでした。使っていてずれたりすることはほとんどないですね。冒頭でもお伝えしましたが、インスタグラムや MK さんの公式サイトでレビューを投稿すると、初回投稿につき1000円分のクボカードがもらえます。私の元にも届きましたので、開封していきますね。ちなみに、MK の公式サイトでレビューを投稿すると、ドリンクホルダー用のオリジナルラバーコースターも手に入ります。オリジナルラバーコースターが出てきました。車両価格が高いと、元からラバーマットが付いていると思いますが、その場合、ドアポケットの収納部に、ひっそり入れておいても良いかもしれません。クボカードも封入されていることを確認できました。インスタグラムと公式サイトで、2回レビューを投稿したので、2000円分入っていました。クボカードを考慮すると、プレミアム仕様でも1万円以下で、フロアマットが購入できてしまうのは嬉しいです。いかがでしたでしょうか？フロアマットは、乗り込む際に必ず目に入るので、本動画を参考にしつつ、オーナーの皆さんがいいなと思えるフロアマットに出会えることを願っています。おすすめのフロアマットがございましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた。